いわゆるカジノ法案が昨日の夜参議院の委員会で一部修正の上可決されました自民党などは今日中の成立を目指します自民党と民進党の断続的な協議で自民党はギャンブル依存症対策の強化や5年以内に法案を見直すことを盛り込んだ修正案を提案しましたこれを受けて民進党は 法案には反対しながらも一転して採決に応じました本案は多数を持って修正議決すべきものと決定いたしました修正案は今日参議院の本会議で可決された上で再び衆議院に送られます今日中の成立を目指す自民党に対して民進党などは内閣不信任案などを提出して廃案に追い込みたい考えで 会期末の最終攻防が繰り広げられます。